下手がじゃないです。幻屋です。幻信じです。はい。今日は男子が女子にさりげなくしたらキュンってする行動ベスト3を紹介していきたいと思います。第3位、目が合って笑ってくれる。これ王道やけど、次は高校生の時は思ってたのは、目合ってどうやったら一番いいんやろって思ってたけど、今思ったら普通に笑ってくれるか、自分たちが分かる合図するとか、なんかそういうのがいいなって思う。授業中でも目合ってこそっと声出されに、これやろ、やったらほんまに好きなこと目合ったらぜひしてみてください。こっからちょっとハードル上がるかもしれんけど、第2番、髪の毛を触る。こんな風に触るってことじゃなくて、例えばさ、学校とかで女子が見てるしてたり、下ろしてたりした時に、髪の毛サラサラやな、パッて触ってみる。なんか言うだけでも嬉しいねんけど、こんな感じ触られたら、なんかもう、キューン、肌とかじゃないから、そんなに嫌な気持ちもせえへんの、女子からしたら。遠いしな、なんか若干。そうそう。じゃあ、第1位は、さりげないレディーファースト。これに限る、これはマジでドキッてする。できてなかったら気づかへんけど、できてる人はできてるから、これは結構、差が開くと思う。差がそう、できると思う、ほんまに。しかも結構記憶に残るされたことは、残ってる。さりげないそのレディーファーストっていうのは、例えば、道歩いてるとします。で、車道側にパッて行ってくれたら、さりげなく行くことが大事だけど。エスカレーターで、上りのエスカレーターやったら、女の子を先、上がらせて、その後に男の子が乗って。リスカート女の子が履いとったりしたら、後ろのガード的な感じな。けど、うちこれやるっても多分気づかんけど、なんかさっちゃんやったら気づくね。なんか、これはほんまに女子によるな。けど、まあやっててそうはない。キュンって来た記憶はある、めっちゃ。やられて嫌な女子は絶対おらんと思う。別に好きな人じゃない人にされても嬉しい、普通に。女の子として扱ってくれてんねんなって思うし、そういう気遣いができる優しい人やなって思う。もし好きな人おらんって人でも、今のうちから車道側に歩いてみるようにしたりとかしたら、いざ好きな人ができた時に自然としてくれたらかっこいいってなるから、してみてください。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。